森森ワーサムさんにやってまいりました。イエーイ。うおー、まずはちょっと上、天井見てもらっていいですか、はい、天井。うわー、またおしゃれな。めちゃくちゃおしゃれじゃない。うわー、うわあ、滝汗、いいよ。もうなんか主みたいになってるやろ、もう。こちらがドッキリに使われる、そうです、激辛ですね。はい、ありがとうございます。朝から作っていただいて、こちらがドッキリの朝ごはんでございます。おじさん、おはようございます。おはようございます。ちょっと佐藤が来ないうちに意気込みだけいいですか。いや、だいぶやってますよ。来たぞ、主役が、主役が、主役が焦って走ってきました。おはようございます。もう焚き火も見て、焚き火ちょっと撮ってるんよ。え、すごくない？これトムとジェリーでしか見たことなかったですよね。ちょっとそれは言い過ぎじゃない？いや、お前見たことないやろ。これは見たことない。おめでとうございます。おはようございます。おはようございます。こんなにいい天気で晴れてますね。晴れてますね。快晴ですね。快晴ですね。はい、2度です。2度です。寒くなくない？あ、全然寒くない。もうこの素晴らしい焚き火がね、あるので。すごくない？はい、素晴らしい朝ごはんを用意していただいてありがとうございます。ありがとうございます。まだ朝なのでちょっと、ろれつが回っておりません。はい、頼みますよ。昨日3時にサウナに入っておりました。一人でなんか、聞こえてくるんですよ、風呂場の方から。うわぁ、俺やめてくれよと。もうめちゃくちゃいい。いや、すごいですよ、はい、ちょっと後でね、お部屋の中もご紹介させていただいて、ね、サウナがあるんですけど、そうです。ちなみにこのサンドは結構こだわられて作られてるんですよね。いや、もう今ちょっと商品開発中で、はい、めちゃくちゃ気合い入れて作ってるんで、中のソースとかもう最高に今美味しく仕上がってるんで。ありがとうございます。もうぜひ行ってください。ガブッとガブッとガブッと、まあ、真ん中で切ってもらって、真ん中からかぶりつつガブッといってください。はい、ありがとうございます。すいません、いただきます。はい、ジューもすごくおしゃれで、ずっと思ってるんですよ、本当に。こう、大森さんが作られてるコンテナのホテルもそうなんですけど、一つ一つのこだわりがすごい。いや、もう本当よ、こういうのの本当にセンスというか。いや、もうすごくない？いや、本当に本当に老流のさ、こう、わかる？機能。いや、わかりますよ。写真載せますか？いや、もう早速インスタ載せたやん。いや、いや、めちゃめちゃ早いなと思って、仕掛けが。本当に、いただきます。すみません、いただかせていただきます。どうぞ。こんな大自然の中で食べる朝ごはんってめちゃくちゃ美味しいよね。あんまですよ。うわー、うわー、めちゃくちゃいい感じで。あ、いい感じ、いい感じ。めちゃくちゃいいですね。いただきます。最おいしすぎて最高。上がりすぎて、いやいや、もうね、やばい、こんな大自然の中でこんなおいしいもん、ほんま最高。いただきます。伸びよ。あ、おいしい。あ、うまっ。めちゃくちゃおいしいな。めちゃめちゃおいしい。うん、外カリカリの中ジュワーみたいな、うん、ぐわーってる。美味しい。これはもう爆売れっす。爆売れ？はい、大ヒット商品になります。うん、うん、めっちゃ美味しい。どうした？え、幸せやなと思って。泣きそうよ、顔も。幸せすぎて。幸せよ、こう都会のこう、ザ、こうゴミゴミしたところからここに来て。いいっすね、本当に。いいっすね。大事っす。大事？大事っす。おお。どうっすか、札幌は。久しぶりじゃないですか。久しぶりですね。もうなんか結構さ、ラグビーで札幌って、札幌っていうか北海道って合宿のイメージ強い。
合宿では来てるけど、こういうプライベートであんまり来おへんし、まあ、こんな、ね、大自然とも触れ合うことなく、うん、朝からもうトレーニングして、あ、まあ確かにね、もう一日トレーニングの日々やからさ、こんなゆっくりはないから最高ですね。いや、これアスリートにも最高のリフレッシュですよ、間違いなく最高ですね。もちろんアスリートだけじゃなくて、ちなみにちょっとスパイス効いてるじゃないですか、それもあれなんですか、ポイントの一つなんですか。そうですね。どうですか佐藤くん、美味しいですか。胡椒っすね。胡椒胡椒というかスパイスですね。効いてる、スパイス効いてる。効いてます、ピリピリします。美味しいです。ヒリヒリする。なんかちょっと表現が良くないですね。ヒリヒリするとか。ごめんなさい、ちゃんとカットするんですよ。で、カットするって。カットするってどういう意味？俺の手にかかればどうにでもできると思うぐらいの。ちょっと自分で変な印象になったら何度でもなるっていう。すぐ外の気にするんで。よかったわ。最高っすね、本当に。ありがとうございます。うん、めっちゃ辛いね、これ。これ辛いっすよ。辛くないって。いや、え、どうした？色が違うじゃん。色？ほら、やっぱり、いや、やってますやん。ピリピリします。やってますやん。てってれー。朝食ドッキリでございます。そういうこと。おはようございます。おはようございます。佐藤さん。今起きました。おはようございます。佐藤さん、おはようございます。そんな札幌の朝、最高です。芸能人ばりに嘘ついたね。めちゃめちゃヒリヒリした。我慢した。いや。こう失礼なこと言わないみたいな。完全に引っかかってくれました。ヒリヒリした。ドッキリの名目としては札幌の朝食で大森さんのスペシャル朝ごはんに、はい、何でしたっけ、何ソースでしたっけ、ハバネロソース、ハバネロ入れても佐藤はしっかり辛くない演技をして リポートを続けるだろうっていう。ちなみに僕今いい焼けてますよ。マジで今めっちゃ辛いですもん、めっちゃ辛いですもん。やっぱね、同級生になるとしっかり やってるんで、やり遂げましたね。確かに、え、朝から刺激強いと思って。いや、なんか大森さんと僕も聞いてないのかなみたいな心配しましたよね。あれやと思って、札幌理由みたいな、なんかそういうなんですか、朝札幌の朝はちょっと辛いみたいな。いや、マジで辛いっすよ。ちょっと違うし、本当に。え、こんなこと言ってますけど、辛っ、数分前までは、いやー美味しいっすねー、スパイスも効いてーとか言って、胡椒っすかって。最初なんか分かんなかったですよ、本当に。え、黒胡椒かなとかいろいろ考えたんですけど、しびれますねーっていうワードも、マスコよりも上だったっていう。大成功ですよ、大成功ですよ。僕だけ吐く息なんかおかしくないですか。ちなみに参りした理由はこれです。参りした理由、あ、仕込み、はい。いや、いい幕開けです。本当に最高の幕開けになりました。ちょっと札幌を楽しんでいきたいと思います。